And now, Guns of the Hinichan Radio. Broadcasted from Konami HQ in downtown Tokyo, it's the world-renowned Guns of the Hinichan Radio. マリさんからのお便りです。リッツさんお帰りなさい。お帰りなさい。ありがとうございます。なのに次回でお別れですか？寂しいけれど半年間とても楽しめました。次回の配信は正座して聞きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでマリさんは多分今頃ね正座してこの放送を聞いていただいてる。はい。ありがたいことです。ついにこの日がやってきてしまいました。来ちゃいましたね。はい。元日で最終回です。そうですね。はい、ついに来ちゃいました。今日は本当にこの番組の貢献者でもありますね、お便りをくださった皆さんにも敬意を表しました。いっぱいお便り読みますよ。読みましょう。はい、はい、ということでですね、今回まずは募集以前してました MGS4、 私はここでグッときたのお便りをまずやっていきたいと思うんですけど、そうですね、これをやらないとね、はい、まずいですからね、終われないです、終われませんから、はい、じゃあまずは1通、はい、お願いしますね。ガススネークさんから。ガススネークさん、はい、ありがとうございます。グッときたところでしたね。あげるとキリがないんですが、とりあえずカエル豚にボディチェックですかね。それにローストの無線中にコントローラーを振ると揺れる胸ですかね。最後に BB 部隊のスーツなしバージョンで画面が真っ白になったところでの写真撮影ですかね。この下ネタ系といいますか、こちらにも結構お便りをいただいたんですけども、嬉しいような気もしますし、ここが一番かと言われるとちょっと微妙な、まあ、こういう方のためにここでネタ仕込んでますから、はいはい、これはこれでいいと思いますね、はい、まあ、はい、とにもかくにもちょっと元気よく始めていきたいと思います、はいはいはい、お願いします。はい、改めまして、はいはいはい、MGS4 私はここでグッときたのコーナーをやっていきたいんですけども、はいはいはい、カウントダウン方式でやっていきたいんですけど、ちょっとその前にまずは少数派からもういきなり少数派からですか、はい、トップ10圏外っていうところですね、はいはいはい、はいはい、まずはダンサーさん、はいはい、MGS4 でグッときたところは2分割画面でライデンとスネークの戦いが同時進行するところです。プレイもしたい、ライデンバンプ戦も見たいと何度やっても飽きません。あ、そうですね、ここねありがたいですね、はい、僕らもね戦いにね大体夢中になっちゃってあれなんかもう終わってるみたいなのはよくありましたね。それでもう一回ちょっとやり直そうかな、はい、ここもでも最初仕様を見た時は、はい、マジでやんのかっていう感じでしたよね。そうですね、技術的にはいろいろ問題があって、ちゃんと出せるのかっていうのがまずいろいろありましたからね、まあでもダンサーさんのようにね、ここが一番グッときたとおっしゃってくださってる方がおられるんで、やってよかったですねこれね、はい、気がしますね、はいはいはい、続いて複数投票入ってるのをご紹介したんですけど、マルボロ BM さん、はいはいはい、うん、僕の一番印象的な場面はというと、初回インストールが終わった時の待たせたなのスネークの一言。 MGS4 のために PS3 本体を購入し、首を長くして待っていた僕にとっては一番のねぎらいの言葉でした。うん、なるほど。あのセリフは予定通りのものなんですかってことです。そうですね、予定通りですね、はい、これも監督がプロジェクトの終盤になって、ぜひこの一言でユーザーさんに挨拶したいということでね、うん、そうですね、はい、いろいろかかってますんでこれ。そうですね、インストールだったり、はい、発売だったり、はい、いろんな意味の待たせだなーなんですね、はい、これは、はい、これがユーザーさんにちゃんと届いているということですね、はい、他にもですね、はいはいはい、南米のライデンさんとかですね、ライデンとバンプの戦いのところですよね、はい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 、これは今泉統括プロデューサーと一緒のチョイスなんですけども、なるほどなるほど、はい、あとはウルフ戦が終わった後の狼の演出とかですね。あ、なるほどね、はい、この辺はスナイパーウルフファンの票の強さっていうのを感じましたね、うんうん、まあ、でもいいシーンでしたからね、そうですね。ではいよいよここからカウントダウン、はい、カウントダウン、はいはい、まずは第10位から発表しましょうか。はい、はい、第10位太郎さんからいただきました。太郎さん、はい、やっぱりスネークが電子レンジの中を這うシーンですかね。おお、来た。左手で涙を拭いながら右手でボタン連打、検証になるかと思いましたよ。でもスネークの辛さをプレイヤーも共感できるすげえ演出だと思いました。狙い通り。というわけでマイクロウェーブ通路が第10位にランクインということで、うんうん、他カズピンさんなど多数の方からいただきました、うん、ありがとうございます。このシーンは小島監督的にもこう物語全体の中でピークの一つだと思いますよ ね、 そうですね、はいはい、
音楽的にもアカペラの愛のテーマがかかって、はい、ボロボロのスネークさんがそれでも進んでいくというところをユーザーさんにやってもらうと。そうですね、あのスネークの苦しい状況というか、はい、そういうところをユーザーさんにも肌で感じてほしいということで入れたイベントですので、はい、こういうふうに言っていただけるとものすごいありがたいですね。ありがたいですね、はい、はい、ということで第10位でした。はい、続いて第9位いきたいと思います。はい、ソリッドスモークさんのお便りをちょっと読みたいんですけども、はいはいはい、自分がグッときたシーンはシャドウモセス島の自爆型月光戦後のレックスに乗り込むまでのデモシーンです。ナオミの死に悲しむオタコの姿を見て思わずもらい泣きさせていただきました。うん、しかしレックスに乗った時のオタコンの立ち直りの速さにはびっくりでしたということで第9位はモセスのナオミオタコンのとこですよね、はいはいはい、ゼロ少佐さんとかセンチメンタル教習さんとか、はいお便りいただいてます。ありがとうございます。ここも4では泣かせるベストシーンの中の一つですね。これここはそうですね、音楽も MGS1 からの音楽をアレンジしたものを入れてですね、うん、なかなか感動的に仕上がったかなと。そうですね、うん、ここで開発者の中でも泣けたっていう人は結構多かったですね、うんうんうん、そうですね、ええということで第9位はモセスのナオミとオタコのシーンでした。はい、では続いて8位いきます。はい、サクサクいきましょう、はい、サクサクいきましょうでは8位はヤモリさんからいただきましたね。ヤモリさん、ええ、グッときたところやはりアクト3のラストで米軍が現れるところですね。お、これは、村岡さんと同じチョイスですね。お、背景とかいろいろこのデモのためだけに作っているのかとか制作者の苦労を蒸し量ってしまっておーと思いました。というわけで東欧のガンズオブパトリオット発動シーンですね。これ他に、スメークさんとかトモさんとか2つの方にいただきました。ありがとうございます。はい、はい、前の放送で村岡さんに出ていただいた時にね、はい、まさにこの制作者の苦労というところもガンヒデの中でも出てたんですけど、まあ映像側もここは大変だここは大変でしたね。これ最初にネタでこういうシーンって上がってた時から、出せるのか表現できるのかっていうのがもう開発者の中にダーッともう広がって、僕も正直ちゃんと出るのかなと思って心配してたんですけど、はい、頑張れば出るもんですね。そうですよね、本当にこのシーンかっこよさあり涙ありというかね、かなりドラマティックなシーンで、僕はねオタコーンってとこが大好きなんですよ。あー、いいですよね。いいですよねっていうはい、第8位でした。続いて第7位いきたいと思います。はい、アセスケさんから。僕がグッときた場面はエンディングでジャックとローズが再会するシーンです、リトルジョンの怖くないの一言でジャックがどれだけ救われたかと思うと今でもジーンときますということで、ガンズオブザパピプペポさんとかからもお便りいただいてたんですけども、第7位はライデンの病室っていうことです。あ、これですね、はい、ライデン良かったですね。良かったですよね。もうずっとねちょっとかわいそうなんですよライデンの扱いが。そうですよね、そういえば、はい、皆さん気づいておられますかね。ここに来てちゃんとハッピーエンドで終わって僕はちょっとここホッとしましたね。やっぱりそうですね、監督もすごくこのシーンこだわっておられましたんでね、曲とかも小島監督ご自身がこの辺は選曲をされたんですよ、なのでかなり作り手の思いも詰まったシーンになってると思います。なるほど、はい、はい、さて、はい、じゃあ続いて第6位いきますか。6位、はい、はい、じゃあ第6位は、はい、パンダさんからいただきましたね。パンダさん、はい、はい、グッときたシーンっていうのはアクト4ラストのライデンがスネークを助けようとするシーンです。泣いちゃいましたということで、昨夜イザヨイさんとかですね、はい、ヌーブマンさん、はい、他多数からいただきました。ありがとうございます。第6位モセスのライデンということで、このかわいそうなシーンが出てきましたね。また、またこれもなかなかすごいシーンでしたよね。すごいシーンこんな美人になったかと思いましたもん僕。あれはねもうダメですよ ねどう見ても、すごいライデンの底力をね、はい、感じますけれどもね。個人的な調査によりますと、このシーンはかなり女性の票多かったです。なるほど、はい、あ、やっぱりライデンですからね。ライデンの見せ場の一つですからね。はい、6位でした。はい、続いて第5位、
これはなんてお読みするのかな、ネムリノさんですかね。ネムリノさんですね。ネムリノさん、はい、MGS4 でグッときたところは何といってもレイ・レックス戦でしょう。はいはいはい、まさかメタルギアを操作できる日が来るとは思ってませんでしたということで、うんうんうん、これはあのその前後のデモのリキッドとスネークの絡み、まあ、じゃないとかですね、うんうんうん、あとまあリキッドとか、はいはいはい、あの辺も含めてなんですけども、はい、このレックス・レイ周りっていうところ、はい、FOX007 さんいつもありがとうございます、はい、とか、マリさんね、はい、それからジョン・ドーさんとか ありがとうございます、はい、いろいろいただいてます。このシーンが5位でした。なるほど、うん、これはですね、あれですね、はい、もうモセス出すって言った時から、まあ、レックス・レイは絶対外せないだろうと思ってたんで、はい、実現できてよかったですね。これも大変でしたね、このシーン。これもねちゃんと表現できるのかどうかっていうのでちょっと物議を醸し出したステージでして、はい、スケールが違うんですよね、はいはい、そもそもが、はいはい、普通人型で作ってるんで、はいはい、それがもう何十倍って膨れ上がるんで、やっぱりそうなんですね、スクリプト側も、はい、これ大丈夫かなと思ってたんですけれどもね、まあなんとか各開発者がいっぱい血と汗と涙を流しまして、はい、まあ現在のように至るので、まあ、このようにランクインしてくれてありがたいと。まあ、あのレックスとレインに乗るわけですから中途半端だったら逆にねユーザーさんも怒ると思うっていう気持ちもありましたし、うん、 そうですね、そのプレッシャーは、はい、あの常に感じながらやってましたからね、うん、ちょっと中途半端なものは出せないなと思って作り込みできたのでやりました。第5位に選ばれましたから、5位ですね、はい、はい、じゃあ次いっちゃいますか。はい、お願いします。はい、じゃあ第4位です。フェンリルさんからいただきました。フェンウェルさん、はいはい、グッと来る場所は遠出、うん、ビッグママがスネーク、あなたなの世話の焼ける男、これね、うん、はい、とオールドスネークにかつてのビッグボスを重ねて見てしまうシーンです。 MGS3 を遊んだ人にとっては特に切ないシーンだと思います、うん、というわけで中心の焦点はスネーク、あなたよさん、忍者さん、うん、岡田鈴からいただきました、はい、第4位はエヴァです、まあ、これもちろん MGS3 からの流れでっていうところもあると思いますけども、そうですね、やっぱり夏木さんの力っていうのもすごいと思うんですよね、これも監督こだわりのキャスティングで実現したんですけど、うんうんうん、もう声聞いた瞬間にこれもう違うなと思って、はいはいはい、完全に世界観を作っていただけてましたんで、はい、大人気っていう感じですよね。そうですね、はい、堂々第4位です。そうですね、はい、じゃあベスト3いっちゃいましょうか。あ、もうついにベスト3に入りますか。はい、はい、じゃあ第3位、ジョニー一族さんのお便りからご紹介します。はい、グッときたシーンはやっぱりビッグボスのシーンですね。うん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 、あなたと言ったのをあんたと言い直すところがまたビッグボスらしいですよね、うん、蛇はもういらないの言葉には涙が止まりませんでしたと、うんうんうん、いうことでスメークさんとか MM&MGS さん、アトラスさん、うん、ミスター X さん他多数ビッグボス登場と一番最後のシーンです、ね、そうですね、最後の最後で出てきたと、はい、いうのはやっぱりこれはね出てきてほしいキャラでしたんで、はい、ちゃんと登場してよかったですこのシーンが、一番好きっておっしゃる方は本当に MGS シリーズ大好きな方なんだろうなっていう感じがしますよね、はい、はい、そうですよね。エンディングのところもですね、うん、小島監督自身が悩んでおられたんですけど、うんうん、エンディングのスタッフロール2回流れるじゃないですか。流れますね、あれ結婚式の後、うん、スネークが銃を加えるシーンで、そのままエンディングのビッグボスとの墓場をやった後で長いスタッフロールをやろうかっていう話とですね、途中に入れて最後に大塚千佳夫さんの名前を出してお墓に入るかっていうところでもかなり悩まれてたんですけど、はいはい、最終的にぜひこの形でっていうことですね、はい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 、あの形になったんですけれども、そうですね、うん、これよく考えたらあのモニター会とかでですね、はい、まあ、最後までできるようになった状態で遊んでもらった時にですね、ええ、このビッグボスのシーン見ないで終わっちゃった人がいたんですよ。え、なんでですか。なんかね、はい、途中でクリアしたと思ってて、ええ、ビッグボスのシーンを見ないで終わった終わったと思って席立っちゃって、うわー寂しいそっか、スタッフロールの途中でもうおトイレとかに、そうなんですよ、だから、はい、あのよく映画とかでもうあれじゃないですか、キャストにエンドロール流れた時にもう立っちゃう人いるじゃないですか、はいはいはい、それでもう終わっちゃったと思って、ああ何立ってんのみたいな、いやそれはそうですよね、ええ、まあ、そういうリスクもありつつ、そうなんですよ、結果的に第3位、そうですね、だからちゃんと見ててくれたっていうのがちょっと僕ほっ
ッとしましたね。はい、はい、電源切らないでちゃんと最後まで見てくれたということで、うん、はい、これ僕も好きなシーンの一つですね。そうですね、はい、第3位ビッグボス登場でした。はい、さていよいよ第2位です。来ました。はい、はい、第2位は秘書さんからいただきました。はい、やっぱりリキッド戦ですね。来た、来た、よし、やっぱ来ますよ ね、あ、誰か喜んでるぞ。フェーズ3の時にスネークイーターが流れるんですよ。そこで熱いバトルを繰り広げてたらお互いにボロボロになってきてフェーズ4に入り、はい、そこでオールドスネークが流れ始めるんですよ。このボロボロになっても戦ってるこのシーンにオールドスネークですよ。初めてあのシーンを見た時は思わず目から涙が出そうになりました。あのシーンは本当にグッときました。というわけでサイコロマンティストさん、たくみさん、他多数からいただきました、うん、第2位はリキッド戦です。やっぱり来ましたね。来ましたね、はい、僕がこれ力入れてた戦いだったんで、これレッツいっぱい票入れたんじゃないですか。いや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 、はい、ここはもう本当ラストの戦いでしたんで、うんうん、だいぶあの苦労はしたんですけれども、はい、僕最初ただの戦いだけをちょっとイメージしていたんで、はい、こういうような前のところから振り返るような形で話を盛り上げていくっていう監督のご意向もあり、ワン、ツー、スリー、フォーももう一度最後に思い出しながら戦ってもらう。そうですね、はい、まあ、そこが出た時にあこれだと思いまして、はい、最後の方のギリギリのターンのところで作っていたところだったんで、はい、最終的にこういう表現になって思い通りの表現ができたということで、うん、こうやって第2位に入って嬉しいですね。そうですよね、これもサウンド担当としてはね、情けないんですけれども、小島監督ご自身のアイデアなんですよ ね、 そうですよね。曲の方もワン、ツー、スリー、フォーって変えていこうっていうのは、のでこれはもうすごいいい演出を考えられるなと思いながら、そうですよね、まあ、せめてものこだわりとしてはですね、最後のパンチ一撃が当たる瞬間にどういう戦い方をしていても最後の曲の締めが来るように、これはちょっとあのレッツにも協力してもらいながら、そうですね、やりましたね、その瞬間にぐっと来てもらいたいと。やりました、はい、ここはですね、私もですね、あの各格闘のモーションが変ってこんなことにならないようにですね、うん、実演しながら、はい、モーション班とここは違うっていうのをあれは大変だったと思いますね。やりましたね、汗かきました。まあでも第2位ですよ。よかったです、うん、ありがたいです、はいはい、ということでいよいよ、はい、第1位に行きたいんですけども、はい、じゃあちょっと発表したいと思います。ナナシアットマークファンの一人だよさんからいただきました。はい、グッときた場所、はい、ズバリスネークの懐かしい夢の中です。ほうブリーフィング直後に、ええ、は、な、なに、モセスステージは MGS1 で、うん、と多少混乱しつつも感動し、次のエリアに進むロードが発生したところで目が覚める演出、うんうんうん、その後のスネークの字幕にも笑わせていただきましたと。なるほど、いうことでですね、はい、モセスの、まあ、音楽であったりとか幻聴であったり、あと壊れるカメラのデモですよね、あの辺も含めて、はいはいはい、まあ、MGS1 の懐かしさっていうところで票を合わせますと、これが圧倒的に1位と。なるほど、いうような結果になりました。はい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 、これはまさに今までね、はい、メタルシリーズを愛してくれたファンの皆様に向けてっていうことで、僕らもいろんなアイデアいっぱい出して選び抜いたものなので、はい、こうして第一になるとちょっと感慨深いものがありますね。そうですね、大体この順位を振り返ってみますと、2位、3位、4位と、はい、もうお話の肝になるところがこう多いんですけれども、はいはいはい、やっぱり1位がモセスなんですよね、うん、これはやっぱりそのこれまでの MGS シリーズをやったことない人には、うん、もうどないやねんっていうぐらいの演出でもあるじゃないですか。まあそうですね、そういう意味でゲームの世界でもなかなかここまで思い切った演出っていうのはやりにくいんじゃないかと思うところがあるんですけれども、うん、そうですね、小島監督のユーザーさんへの愛情も含めてですね、思い切って仕掛けたっていうところで、ここまでのインパクトがあったのかなっていう意味ではですね、非常に興味深い1位だなと。これでいいのか。そうです
ですね。長くワンから遊んでくださっているファンの方がいかに多いかっていうのをここで僕は感じましたね。そうですね。このシーンはね、小島監督もちろんですけど、制作側の思いっていうのもすごい詰まってますし、うん、そうですね、まあ、ユーザーさんにこう感じてほしいみたいなのもすごい詰まっていたと思うので、そういう結果になったのかなって思いますね。なるほど、うん、ということで、まあ、1位はモセスということだったんですけど、はいはいはい、スネークさんとかからですね、うんうん、レッツとかドジーンがグッと来てほしいポイント、うん、これ逆に教えてくれっていうお便りいただいてたんですけど、ほう、レッツここでグッと来てほしいポイントってこれね、やっぱりすごくね言いにくいですね、うん、もう2位出ちゃいましたからね。そうですね、僕結構リキッドですね、リキッド戦はね、はい、泣かせなきゃいけない、最後の戦いなんでっていうのがあったんで、はい、ドジーンともいろいろやり取りしましたけれども、そうですね、僕、申し訳ないです、あのレッツに対して演出熱がある人っていうのをあんまり認識しなかったんですよ、業務的にもいろいろ仕切らなあかんことも多いですから、情熱を直接感じる場面っていうのは限りがあるんですけど、リキッド戦をレッツが作ってる時にこの人情熱の人やなって思ったんですよ。演出に対してすごいリクエストがそこだけ、そうなんですよね、すごい来たんで燃えるんですよね、確かに、ここは力入れるところだっていうのは監督からも指示いただいてますし、はい、思いっきりやっていいっていうところだったんで、はい、モーションから、音からいろいろとやっぱりここはちょっと気に入らないなと思うところはもう全部言いましたからね。そうですね、だから僕はここがやっぱり一番熱くなるところですね、リキッド戦ですね、まあ、トジーンは自分がグッとくるポイントっていうのは言っちゃったんですけど、iPod とかモセスとか戦場サウンドとか、うん、この辺はまあサウンドとしてもいろいろ挑戦をしたっていう意味でも楽しんでもらいたいとこではあるんですけど、うんうん、あえてここで会えるならミッションブリーフィング、ここがですね、サウンド的には結構特殊なことをしてまして、はい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 、いわゆるそのサウンドのポスプロっていうフローなんですけど、うんうん、デモシーンなんか全部そうなんですよね、はいはいはい、映画と同じように完成した映像を見ながら、うんうん、もうフレーム単位で細かく緻密な音をつけていくと、はいはいはい、だから演出力がすごいあるんですよね、はいはいはい、でもやっぱりその音っていうのは定位とか音量とか動かないので、うん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 、インタラクティブ性っていうのは全然ないわけですよ、はいはいはい、うん、で逆にゲームの方のシーンっていうのはインタラクティブ性は高いんですけども、演出がやっぱり波形の制限とか作業量とかの問題でちょっと大雑把になるんですね、はいはいはい、それをこのシーンはデモシーンを撮影した映像を見ながらですね、映画並みに緻密に音をつけた後でその音全部メモリーに細かく切り刻んで載せて360度距離とか定位も合うようにシミュレートするっていうちょっと新しい挑戦をしたシーンなんですね。なるほど、ちょっとまだまだ課題あるんですけど、彼らと一緒にいるような、なんかちょっと映画の世界の中に自分も入り込んだような、そんな感覚がちょっと出せたんじゃないかなっていうところで、自分としてはですね、もちろん挑戦できたかなって思ってるシーンが実はここだったりします。なるほどね、まあ、ラジカセで遊べたりそういうのもいろいろあるんですけど、うん、そうですよ、ここ音ネタ実は多いんですよね。そうですね、まあ、ちょっと終盤になって毎回自慢ばっかりしてますので今日は抑えます。はい、そうですね、あと僕ちょっとグッと来てほしいポイント、あとね、もう2つばっかりちょっと言っていいですか。お、これはもう我慢できなくなって、こういうテイクは欲しいです。一つはアドベントパレスのメリルたちとの戦うところ、はい、ここねかなりの挑戦だったんですよ、我々にとっては。そうですよね、複数人の NPC がちゃんと連携してやっていかなきゃいけない。そうですよ、途中でね、デモみたいなことずっとしてるわけですよ彼らが。そうです、そうです、うん、クリアリングの、まあ、今まで森さんからいろいろと教えていただいたノウハウとかそういうのをですね、はい、ちゃんと出せるように演出的に彼らがちゃんと動いてるように見せるにはどうしたらいいか、はいはい、でなるべくプレイヤーが一緒に戦ってる感が出るようにっていうことで、うんうんうん、バグもいっぱい出ましたし。そうですよね、すいません、この先の音つけたいんですけど、いつになったらこの先が見れるんですかみたいな、そんな状態が長く続きます。そうですね、これはね、担当者も泣いてました。結構なる、トライアンドエラーもあって、はい、大変だったんですけど、まあ、結果ね、はい、結構あ、なかなか連携している戦いがあるとかですね。あの逆にユーザーさんの映像を見せていただいて、なんか僕がね、関心といいますか、はい、感動を与えられたりとかするところでもあるので、かっこいい映像なんかができるんですよね。そうなんですよ、はい、あの自分がちゃんとやろうと思えばそういう場面ができるシーンですので、はい、そうですね、ここがまず一つ、はい、そしてもう一つ中東なんですけれども、ビルが壊れるところあるじゃないですか。はい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 、ここがね
まあ、あの最初の戦場なんでレイブンとスライダーが出てきて、そうですそうですそうです、はい、あそこのシーンで最初に戦場になって潜入していくところっていうところで、はい、何回あそこを通ったことか、あそうですよね、あそこもですねかなりこだわりのシーンなので、はい、序盤のまあ2つのシーンなんですけれども、ここで、はい、おーすげーと思っていただけるといい、まあ、戦闘とまあ潜入と、はい、いうところのちょっと一シーンとしてぜひグッと来てほしいなと思うシーンですね、はい、そうですね、我々の一押しのシーンのこの4つのうちベスト10には1つしか選ばれませんでしたけどねそうですね、よく入ってないな、あれそうですねまあ、 あのこれを聞いてそういえばって思ってくださっている方もいるかもしれませんけど、う、ね、うん、おかしいな、他にもいろいろあるんですけどね、あのオクトパス戦とかね、あのお気に入りの、はい、あとトラッキングのイベントとかね、いや、 やっぱりねこのモセスリキッドにはみんなが負けたと、うん、いうことかもしれませんよ、うん、なるほどね、ちょっと僕なんかはこのランキングからね学ばせてもらったこととして、はい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 、例えばサウンドとしても、うん、いろんな細かいことをやってるわけですよね、うん、はいはい、例えば各ボス戦なんかは戦況に応じて地味に曲が、あ、変わってますね、変わっていって、その気持ちと少しでも連動するように、はい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 、ということで技術的にもかなり面倒くさいことをしていたりするんですけども、うん、やっぱりこういうところでユーザーさんの心に強く残っているのが、うん、リキッド戦であったり、うん、MGS1 のシーンであったりとか、うん、もう思い切ったやっぱり転換なんですよね、うんうんうん、だからあの技術者がニヤニヤしながらこっそり地味なことをいくらやっていても、うんうんうん、なかなかユーザーさんの心には届かないぞと、うん、なるほど、うん、仕掛けは思い切ってやっていかないといけないんだなっていうことをね、すごい勉強させてもらったりした気がします。やっぱりこういう、ね、ご意見とかレスポンスをいただけると非常にありがたいですね、我々にとっても。そうですね、はい、というわけで以上、 MGSO 私はここでグッときたのお便り紹介でした。はい、はい、ガンガンズオブヒデちゃんラジオ後半へ続く。